お笑いタレント田村健二46が13日自身の SNS を更新。塩梅晋三首相が SNS で公開したうちで踊ろうコラボ動画のパロディ動画を公開し反響を呼んでいる。田村はとても良い素材をありがとうございました。上手に調理できたかわかりませんが皆さん召し上がれとコメント。黒のサングラスに白のふんどしを締めたおなじみの格好で歌で俳優の星野源39が公開したうちで踊ろうに乗せて優雅にティカップの飲み物を飲んだり愛犬な家主姉妹をめでる動画をアップした。お腹にはステイホームソーシャルディスタンス3密 vs 発酵などとマジック書きされていた。その上で田村は少しでもお家でトーン張ってる皆さんが楽しんでいただけたら嬉しいです。でもめちゃくちゃ怒られたらみんな助けてねと記していた。この投稿にはフォロワーから爆笑、久しぶりに笑わさせていただきました、最高です、今回の騒動で選挙に行く人が増えることを祈りますなどのコメントが続々。大阪市の松井一郎市長も田村の投稿を自身のツイッターで紹介し安倍総理に届きますように拡散希望、これは怒られるやつや笑いと綴っていた。